今回個展にあたって、フロアが2つある。あともう1つはサヤ堂という、あの元銀行を改修した場所があって、その3つを、メインの会場として展開しています。水平線自体っていうのがそもそもあの、まあ、概念というか、あの、まあ、太陽が昇ったり沈んでいくときにその地球の丸さみたいなことを感じる、その水平線ってそもそもないなっていう、ずっとこう動いていて、ずっと回転、まあ地球は回転してるんで、でもなんかそういう規定を一つしないと自分たちが生活していることだったり生きていることみたいな、あとはその自分たちが捉えられるっていうことと捉えられないっていうことを区別することができないっていうふうに感じたんですね。で、じゃあその水平線っていうのを、まあ、一つ規定値として設けたときに、僕らが生きている、まあ、地球である大地とか、あとはその僕らが扱っている言葉の問題だったりとか、あとは僕らがもっと細かく言うと作品の素材であったりとか、だからすごくそういうものがいろんな時間や空間の中に積層されている、まあ、物質のように扱えるんじゃないかと思ったんです。あの不確定な事物を捉えていくっていうことを水平線をめくるっていう言葉の中に入れたかったなというふうにちょっと思っています。そうですね。まあ結構3フロアあるので時間はかかるかもしれないんですけど、まあ、ぜひ時間のある限りゆっくりしていただけたら幸いです。皆さんぜひ千葉市民に来てください。